タが行く声優ちゃんお仕事です。なんと千葉テレビでも昨年放送した大人気アニメ邪神ちゃんドロップキック、その超人気声優3名がご当地公式グッズを探しにお仕事へ。果たしてご当地公式グッズをゲットできるのか。大森にちかと行く声優ちゃんお仕事です。始まりました。記念すべき第1回はなんと仙台に来ております。え、千葉じゃなくて仙台千葉テレビなのに。説明しよう。邪神ちゃんドロップキックとは、一人の少女花園ゆりねと悪魔邪神ちゃんが繰り広げるちょっと危険な同居生活コメディアニメなのだ。ちょっとブラックな女子大生花園ゆりね役大森にちか、ホームレス天使セコラ役小坂井ゆりえ、メンタル不安定天使ピノ役山田まりな、声優3名が邪神ちゃんドロップキックご当地公式グッズを探して仙台へ来たのだ。はい、はい、小坂井さん、仙台で邪神ちゃんドロップキックで放送されていましたでしょうか。放送されてないんです。ないですよね。なんです。でもすごくないですか。すごい、放送されてないにもかかわらず、ね、邪神ちゃんのグッズがあるなんて大人気じゃないですか。ね、大人気だね。これからだよ。ということで初のお仕事は、邪神ちゃんドロップキックが放送されていない仙台でご当地公式グッズを探そう。おお、探そう。早速探しに行きたいと思います。イエイ、行きましょう。どこ行きます。そっちじゃないかな。こっちだ。邪神ちゃんドロップキックご当地公式グッズがあるのは仙台のアミューズメント施設3店舗。最初の店舗はこちら。はい、というわけで着きました。こちらの夢広場ミューセブン南おしなり店さんに、なんとご当地の邪神ちゃんグッズがあるということなんです。中にあるのかな。中にあるのかな。店員さんがすごいお掃除してる。お掃除してるよ。大丈夫かな。お掃除中に大丈夫かな。早速じゃあ聞いてみましょう。こちらのお店に邪神ちゃんのご当地グッズがあると聞いてきたんですけれども。はい、ございます。中にございますのでご案内いたします。はい、よろしくお願いします。じゃあこちらです。こちらハンバッチとカレーです。それがここ限定、この店舗限定なんだって。南吉野リテンさん。はい、そうです。うちのお店だけの販売になってますので、はい、こんな可愛い正宗ゆりねちゃん、私本当に欲しいのでこれいただけますか。はい。邪神ちゃんドロップキックご当地公式グッズ花園ゆりねバッジをもらうためお仕事交渉中。ではよろしくお願いいたします。じゃあお仕事頑張ります。頑張りましょう。早く行くわよ。仕事の時間ね。はい、練習が無事終わりましたので、今からアナウンスの方を頑張ってやりたいと思います。頑張ってください。はい、頑張ります。緊張するぞ。本当に本当にドキドキする。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。アニメ邪神ちゃんドロップキック花園ゆりねよ。当店ではお客様に快適安心の場を提供できますよう日々心がけているわ。お気づきの点があったらスタッフまでお申し付けくださいますよう、お客様のご協力とご理解をお願い申し上げます。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。アニメ邪神ちゃんドロップキック花園ゆりね役大森にちかでした。ありがとうございました。頑張れた。緊張した。素晴らしかったです。動いてましたか。はい、ありがとうございます。
ではお約束のこちらを差し上げます。かわいい、みんなゲット、嬉しい、ありがとうございます。はい、ね、無事ゲットできて、缶バッジも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ね、でもいいの二人のないけど。え、欲しいよ。欲しいです、私もピノちゃん。あ、なんですか。はい、他のやつはですね、うん、夢広場ニューセブン、リフ街道店にございますので、ぜひ行ってみてください。ないとね、行ってないとなくなっちゃうかもしれない、ね、じゃあ本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。得意のワープで、うん、せーの、はい。邪神ちゃん公式グッズがある次のお店はこちら。はい、着きました。着きましたね。あれ、ここさっき、ま、たいなかったよ。あれ、本当だ、いなかったよ。なんなん、お名前は何ですか。ふんふん、七坊屋さん。七坊屋さん。え、ちょっとここはどこですか。夢広場、うん、ニューセブン、リフ街道店さんらしいです。ここにも、うん、仙台の邪神ちゃんドロップキック限定グッズがあるらしいんですよ。おお、じゃあ早速中行きましょうか。行きましょう。七坊屋さんも行く。行きましょう。一緒に行こう。行こう。すみません、なんかこちらのお店に邪神ちゃんドロップキックの公式グッズがあるとお伺いしたんですけど、ありますか。ございます。あります。ちなみにどんな何がありますかね。実はこの後ろにあるんです。え、これあの、あれ、かわいい。これどうしても、あの、私のキャラクターでどうしても欲しいんですけど。ペコラバッジをもらうためお仕事交渉中。では手伝っていただきましょう。やったー。じゃあお仕事頑張りましょうか。頑張ります。落ちぶれても天使です。まっすぐに持っていただいて、はい、仕事の時間です。ということで練習もいろいろと教えていただいたので、今からアナウンスのお仕事にチャレンジしてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。アニメ邪神ちゃんドロップキックからやってきました、ペコラです。本日は夢広場ニューセブン一階通りご来店いただきまして、誠にありがとうございます。お客様にお願いとお断りを申し上げます。当店では、お客様が安心してご利用いただける快適空間を日々心がけております。お気づきの点がございましたら、お気軽にスタッフまでお申し付けくださいますよう、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。以上、邪神ちゃんドロップキックペコラでした。ありがとうございました。どうでしょう、缶バッジいただけますか。もちろんあげます。やったー、ありがとうございます。はい、ゲットしました。私まだお仕事してないし、ピノのバッジ、ピノのバッジ欲しい。ついてなかったっけ。うん、あ、まだもらってないよ。どこに、どこに行けばいい。私どこに、これなん、邪神ちゃんの公式、ご当地公式グッズってまだ他にあるんですか。あるんです。スロットハウス武蔵山本店です。武蔵山本店、武蔵山本店行きましょう。私たちのあれを使えば一瞬でいける。出しちゃおうか。せーの、ニニ。残すはピノのグッズのみ。最後の店舗はこちら。下ということで到着したぜ。ニニンニニン。ここはスロットハウス武蔵山本店だって。おー、おー、おい、ちょっと
はい、こっちですよ。カメラさん。なんだこの茶碗。すごい量こんなに可愛いね。可愛い。そうなんです。到着しましたね、やっとこう。ここにはジャシンちゃんのね、ご当地公式グッズが、公式ご当地グッズかな、はい、があるってことなので、はい、ゆりねちゃんかな、またいや、ピコラの下敷きかも。いや、ピノちゃんでしょ、うん、私だよ、きっと。そうだと、いいな。じゃあ、早速中に入って確かめに行きましょう。行きましょう。ここにご当地グッズがあるということで、ありますか。こちらです。いっぱいある。ピノちゃん、ピノ、来ました。すごいよ。ずんだ、ずんだバージョン。みんな違うね。ほんとだ。ゆうたん、あさむね。かわいい。ちょっとこれをぜひいただきたいんですけど。ピノバッジをもらうためお仕事交渉中。わかりました、お願いします。お願いします。頑張ろう。頑張ります。お仕事頑張ります。失礼いたしますわ。お仕事の時間ですわ。ということでレクチャーを受けたので早速本番始めたいと思います。頑張ります。お疲れ様でした。とても上手でした。ありがとうございます。じゃあちょっといただけますでしょうか。はい、こちらのバッジ3つ集めていただいたので、はい、こちらのカレー差し上げます。え、カレー、はい、いや、バッジをみんなが集めたから、もらいました。やったー。カレーもゲット。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、仙台に本当にジャシンちゃんのご当地グッズありましたね。ありました。無事ゲットできました。ありがとうございます。ね、なんかこれ以外にもなんか他の公式グッズも気になりますよね。確かにまだご当地グッズがね、他にもあるかもしれないですね。ということで今日は初めてのお仕事が無事に完了しました。ジャシンちゃんドロップキックの公式ご当地グッズを求めて、もしかしたらあなたの街に行くかもしれませんよ。またねー。またねー。バイバーイ。バイバーイ。昨年千葉テレビでも放送されたアニメジャシンちゃんドロップキック。レッツドライ。恋もカレーもじっくりコトコト。ジャシンちゃんドロップキック大好評につき第2期放送決定。お楽しみに。